今よりウクライナの子どもたちのためのチャリティーコンサートを開催いたします。この公演の参加費には寄付金が含まれており、約10万円をウクライナの戦争被災者の子どもたちに送金いたします。皆様ご協力ありがとうございました。
Thank you.
ボルト・ケーヴィチという作曲家が作曲しましたプレリュードの中から一曲弾かせていただきます。お聴きください。Thank you.
年前ほどにスタジオジブリという、スタジオが制作しました風立ちぬというアニメーションの主題歌となりました、飛行機雲でございます。新井由美さん、ユーミンの作った曲で、彼女自身は亡くなった若くして亡くなった友人を持って、書いた歌ですけれども、このアニメ、ゼロ戦およびその戦争に散っていた若者たちの、テーマにした作品で、その作品世界と、響き合う歌となりました。空に散っていた若い命とその儚さと戦争の虚しさとっていうものが、この歌の、切ないメロディーに重ね合わせられると思います。それではお聴きください。
コールどうしましょう。幸せなんです。もう二人もね、歌声が泣けてくるんですけども、もう一曲。よろしいでしょうか。はい、それではもう一曲が希望の日という曲でございます。これも大変美しい曲です。Thank you.
では花は咲くを、最後に皆さんでご一緒に 歌ってください。サビの部分を皆さんどうぞご参加ください。それでは